公益財団法人、松下幸之助記念史財団松下政経塾は、パナソニックの創業者である松下幸之助が1979年に設立した政治塾である。国会議員、地方市長、地方議員などの政治家を中心に、経営者、大学教員、マスコミ関係者など、各界に人材を輩出している。実業家として成功を収めた、 パナソニック創業者、松下幸之助が晩年に時代の国家指導者を育成するべく私費70億円を投じて神奈川県茅ヶ崎市に設立した公益財団法人である。幕末に多くの指導者を輩出した私塾、松下孫塾を連想させる名前であるが、松下幸之助にちなんだもので、松下孫塾と関連性はない。在学中、 または就職中でない22歳以上38歳以下の青年で所定の選考に合格した者の,のみが入塾を認められる。入塾後は塾内の寮で集団生活を送りながら4年間にわたり研修や実践活動を行う。在籍中は毎月20万円の研修資金が給付され各自の活動計画に基づいた活動資金が別途支給される。 研修カリキュラムは、政治学、経済学、財政学などの専門的なものから、茶道、書道、座禅、伊勢神宮参拝など日本の伝統に関する教育、自衛隊体験入隊、武道、毎朝3キロメートルジョギング100キロメートル恐怖大会など、体育会系なものまで幅広く用意されている。中には、パナソニックの工場での製造作業や、同店舗での営業販売など、 パナソニックグループに関係するものも見られる。設立者が財界人であったこともあり、卒熟生の多くは中道右派的で行政改革に積極的地方文献推進の傾向があるが、在塾中に政治思想や立場において特定の指導がされたり、一定の思想が排除されるということはない。卒熟生の43%が政治の道に進んでおり、 現職の政治家である、卒熟生は2010年8月30日の時点で、衆議院、議員31名、参議院、議員7名、地方市長10名、地方議員24名の計72名に上る。彼らの多くは、日本の政権与党自民党か野党、第二党国民民主党のいずれかに属しているが、現在では特に国民民主党に、 多くの卒塾生が所属しており、その多くはかつて民主党及び民進党内で右派に位置する勢力として、党のスタンスに一定の影響を及ぼしていた。かつて多党制の時代には民社党、日本社会党に所属した地方議員もおり、現在でも公明党に所属する地方議員がいる。二0 1九年四月一日、公益財団法人、松下政経塾が、 同じく、パナソニックグループ内で留学、国際交流、研究助成事業や、検証事業を行ってきた、公益財団法人、松下幸之助記念財団を、九州合併して、公益財団法人、松下幸之助記念史財団として新たに発足し、松下生計塾は、その一事業となった。現在では、入塾年度の前年に願書を提出し、春から夏、夏から、 秋の2期間で選考が行われる。選考のスタイルは年度によって多少の修正がなされる。現在の選考は小論文、教養試験、論述試験などの筆記試験に加え、集団討論、個人面接などの高等試験、当一区による語学試験、さらには体力測定や適正検査なども課される。募集定員の定めはないが、例年200名前後の出願に対し、 入塾者は5名程度と非常に狭き門になっている。男女共学であるが、女性は卒塾生の8人に1人程度と少なく、現在の在塾生のうち女性は3名のみである。入塾金や授業料を納める必要はなく、逆に前述した研修資金、活動資金の給付を受けられるなど、金銭面での待遇は優れている。他方で研修と、 並行して職業に就くことは許されず、卒塾時の就職圧っ等も一切行われていないため、入塾にあたっては将来のリスクを引き受ける覚悟が必要になる。入寮が義務付けられているため、家族と同居している場合には長期間の別居を余儀なくされることになる。入塾後2年間は基礎課程と位置づけられ、前述したカリキュラムに従った研修が中心となる。 その後の2年間は実践過程として各塾生が自身のテーマに基づいた政治活動や執筆活動を展開していく。在塾中は原則として寮での集団生活を義務付けられるが実践過程の期間で活動の本拠を寮外に置く必要がある場合は外部での生活も認められる。寮費は月4500円で食事代は別途負担。 土曜日は自由研修日とされ、日曜日祝祭日のほか、ゴールデンウィーク夏休み、年末年始に数日間の休暇が与えられる。ただし休暇中に研修が入ることもある。毎年9月と3月には、審査会は設けられ、各自の活動に対する評価が下される。この評価に基づいて、活動資金が増減額されるほか、評価が著しく低い場合には、 退熟を命じられる場合もある。設立当初は松下電気産業から出向してきた職員が新入社員研修と同じ方法で指導に当たっていたが、熟成を管理するばかりで自主的な活動ができないとの反発が生じ、中川洋蔵など自主退熟する者が現れた。そのため民社党、同盟系の研修機関、 富士政治大学校を参考に研修内容の見直しが行われ、塾生の自主的活動を重視する現在のカリキュラムが導入された。最終年度末に設けられる終了審査会で終了が認められれば卒塾となる。2010年5月7日時点での卒塾生242名の進路は以下の通りである。かつて松下政経塾で行われた 地域から日本を変える運動の一環として、卒塾生らによって各地に地域整形塾が改熟されている。ただしこれらは、松下整形塾の地方支部という位置づけではないため、大半の政治塾同様に研修資金等の給付はなく、逆に入塾料と会費を支払わなければならない。現在は、千葉県、岡山県、愛媛県に、 地域政経塾が置かれている。当選者数の推移卒塾生から53名の国会議員を排出しており、1986年の第38回総選挙で愛沢一郎が当選して、以来国会から卒塾生の議席がなくなったことは一度もない。衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙ごとの党派別卒塾生、当選者数を一家に掲載する。 一期生の藍沢が初当選の後、しばらく当選者が現れなかった。全体的に右派が強い傾向にある卒塾生にとって、55年体制下で、思想的に距離が近い政党は、基本的に自民党か民社党に限られていたが、自民党は現在ほど候補者候補に注力しておらず、後ろ盾のない卒塾生が公認を得ることは難しく、民社党は、 多くの候補者を立てるだけの力がなかったため、当時は、卒熟生の受け皿になる政党がない状態が続いた。世襲候補として、当然に自民党の公認を得られた相沢はむしろ、例外的な存在であった。1990年の第39回総選挙では相沢に続けと、数名の卒熟生が立候補したものの、その大半は、政党の公認を得られず、 結局、愛沢以外の全員が落選している。しかし、政界再編期に入ると、日本新党、新政党、新党先駆けといった保守系新党が卒熟生の受け皿として機能するようになり、1993年の第40回総選挙で卒熟生の国会議員が大量に誕生することとなった。特に大量の新人候補を擁立した。 日本新党から立候補して当選するケースが目立った。その後、卒熟生らによる新党構想の一環として、死死の会が結成されるなどしたものの結局頓挫し、卒熟生の大半は、新新党から民友連を経るコースで、民主党に合流していった。先駆けなどを経て、旧民主党の結成に加わったのは、前原誠司、黒羽光一郎など少数に止まっている。 高市さないや伊藤達也など、非自民政権構想に見切りをつけて、自民党に移籍する議員も見られた。同塾出身者同士が、定数一高選で激突したのは1996年衆院東京都、第3区の松原人支隊、宇佐見登、2005年2009年衆院京都府、第2区の前原政治隊、山本智弘などが有名。 閣僚の排出1992年、宮沢改造内閣で1期生、藍沢一郎が初の政務次官、2002年の小泉改造内閣において5期生、伊藤達也及び高市さないが初の副大臣、2004年の第2次小泉改造内閣において伊藤が金融担当大臣として同塾出身者で初入閣。ついでが2006年の安倍内閣で沖縄び、 国防対策、科学技術政策、食品安全、イノベーション、少子化、男女とも同さんが担当の内閣府、特命担当大臣で入閣した。2005年には、第8期生の前原誠司が民主党代表に就任、初の野党第一党の党首及び初の総理大臣候補となっている。2009年の鳩山内閣では、国土交通大臣に就任した。 前原や総務大臣の原口和弘などを中心に、計8人の出身者が、大臣、副大臣、政務官などで入閣。2010年の官政権では、留任の前原、原口に加え、黒葉孝一郎が、党の政調会長兼国家戦略担当大臣、樽戸小慎二が、国対委員長、福山哲郎が、官房副長官、野田義彦が、財務大臣など、 政権中枢の要職を政経塾出身者が占めた。その後、自民党が政権を奪還し、高市が政調会長及び総務大臣小野寺一則が防衛大臣松野博和が文部科学大臣にそれぞれ就任している。内閣総理大臣への選出2011年8月29日、一期生の野田義彦が民主党代表に選出され、翌30日に、 国会で第95代内閣総理大臣に指名された。これにより、松下政経塾出身者から初の内閣総理大臣が誕生することとなった。現洋、前原、タルトコラも政府、党の要職に就任し、松下政経塾内閣などというメディアもあった。大量の落選2012年12月16日に、 東海票の行われた第46回衆議院議員総選挙において民主党選出議員が大量に落選した。この選挙で衆議院議員に返り咲いた者には山田博中田博山本智弘らがおり、初当選に野間県、畑中三成らがいるが、全体としての衆議院議員は激減することとなった。この選挙の開票中に野田は、 民主党代表の辞任を表明した。落選者の中には国務大臣であったタルトコも含まれていた。愛沢一郎が最初に衆議院議員に当選した総選挙以来、政権塾出身者は選挙ごとに当選者を増やし、国政への影響力を強める一方だったが、この度の総選挙において初めて前回の当選者から大幅に議員が減るという結果になった。 2012年5月、警視庁公安部が当時45歳の在日中国大使館の一等書記官、李晴光を外国人登録法違反などで外務省を通じて出頭要請を行った。中国大使館は当該書記官の出頭要請を拒絶し帰国させた。同中国人は1993年から福島県須賀川市の友好都市である中国、 落葉市の職員留学生として4年間、福島県に居住した。1999年に、再び来日して、約7ヶ月間、松下整形塾に、海外インターンとして、在籍、生官会に人脈を築いた。この事件は、リハルミツ事件と呼ばれ、松下整形塾の身辺調査の甘さや、人脈優先主義の傾向が批判された。 2014年12月14日投開票の衆院議員総選挙においては民主党の神山洋介のように復帰した者もいたが維新の党の畠中三成のように落選した者もいた。落選者の中には前回に引き続き民主党から立候補し2回連続落選した松本大輔らがいたが次世代の党の中田博山田博のように議席を失った者もいた。 全体として見たときには、民主党系の議員経験者は、国政復帰があまりできず、民主党とは思想、政策の異なる、次世代の党の現職が議席を失い、自民、民主党ともに選挙基盤が強い現職が議席を守るという結果になった。2017年10月22日党開票の衆院議員総選挙においては、 自民党系は安定した地盤と高止まりの支持率に支えられ、現職の落選者はいなかった。一方、解散直前に民進党代表に就任した前原誠司は同党を事実上回答し、希望の党への合流を決定したが、野田義彦や原口和弘らは合流せず、無所属として選挙戦を戦う者もいた。無所属組は選挙区での選挙基盤に支えられ、 議席を守ったが、希望の党合流組は、タルトコ新ジらが国政復帰する一方で、野間県らが議席を失い明暗が分かれた。希望の党非合流組の一部が結成した、立憲民主党には、政経塾出身の前職は参加しなかったが現職が国政復帰している。野党再編に参院側が巻き込まれることはなかったが、国政復帰していた松沢成分が希望の党へ参加。 福山哲郎が民進党を離党して立憲民主党の創設に参加している。ありがとうございます。